いやあ、寒い、大掃除の季節でございますな。これもう本当にか <laughs> あ。あれあれ佐藤さんの声がする。あれ道行く佐藤さん <laughs> いや、よろしくお願いします。あ、<laughs> また来ちゃった。あ、うですねえ。ちょっと今日はあまり時間ないんだけど、ちょっとお茶飲んでいく <laughs> <ねえ> <laughs> どう出た <laughs> あん。また。どんなスタートだまた持ってきて。はい、始まる遺跡事情、神戸、松田、広島編わ<ー>ついに終盤戦ね、これね。 うんそうですねまあ終盤戦でもあるっていうことはいわゆる移籍市場がまあ始まるっていうことでもありまして J1、はいえー、でもまあさちょうどこの週末ですかああからまあ残り2試合ってことになりますけどああ、はあ、っていうことはこの週末がホーム最終戦とかってなってくるクラブもあるってわけですよねああ。なるほどなるほどね。だまあ最近こういう時期から大体報道もいろいろ始まってくるというところで。まあ、なるほどねじゃあちょっとその話してってちょっとコーヒーでいい いや、よろしく、ありがとうございます。はい、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ってことで、じゃ、あ行きましょう。まず、まあ、三つのチーム出てくるで、1チーム目から参りましょう。こちら、神戸。神戸。はい。え、この間、天皇杯優勝した、チームではありますけれども。じゃ、監督率いる神戸。はい。そうですね。え、は、まだインの話に関してはないんですが。 まあ、ちょっと心配なところとして、まあ、心配というか、まあ、オファーがあるのは、それはね、どれ、どこの選手でも誰でも当然の話ですけど、はい、ええー、武藤義則菊池隆法。はいはいはい。ちょっと狙われているぞというところで、えーえー、はい、ございます。 でまあ、どこのチームっていうところでいうと、まあ、菊池隆法は、まあとでもまた出てくるんですが、まあ、町田。で武藤一人に関してはいろん,んなチームなんじゃないかなと言われてるんですが、うん、まあでもやっぱり町田も含まれてるんじゃないかって話になってたりするのでだから神戸から町田なんか楽天から斎藤愛誠と、うん、みたいなことがあるのかどうか。 まあでもだってオファーかけるのはね、別に何も問題はないですからね。かけられてもえ、えっていう人もいるかもしれないけど、まあそういうのはまあ起こり得る話なので、あとは武藤選手が、まあいわゆるどういう判断を下すかっていうところになってくるのかなというところ。ただなんか結構、神戸としては武藤選手イリュームにもだいぶ務めるというの報道も出てますので,うん、うん、で、優勝も取ってるし、まあ ACL リりってのは真っ最中ですからね。そうだね。 いい席はどうなの、うん、って思いますけど、うんうん、ただでも、菊池隆吾選手は現実的かなとは思います。うん、まあ、黒田監督ともね、もういわゆる高校時代ああ<ー>、<も>これ、やた出身そうですからね。よく言うけど、知ってるだろうけど、逆に行きたくないとかもあるでしょ。<laughs> しごかれたとか。 まあ、でも、ただ、プロで自由にやってるのに、また先生に怒られるのみたいな、あるでしょう、それ違うのないの <laughs> どうなんだろうね。知ってりゃ行くとは限らないことこれね。そうですね。ただ、うん、ただ、まずは、あの、うん、菊池選手に対しては、松田、これ2年連続のオファーってことになるので、うん だそれだけ勝ってるっていう言い方には僕はなるんじゃないかなと思うラブコールっていうやつですそうですね、<ー>そして今のところ神戸では今年はまは去年の怪我の影響もあったでしょうけど、絶対的に言では正直なかったので、それでいわゆる神戸でなかなかスタメンじゃない現状から、うん、だから町田行ったら、えばスタメンの可能性が高いっていうことであれば、うん、もしかしたら心が動く可能性は全然ゼロではないんじゃないかなってところですね。ただだととはいえまずはもう一個だけちょっと流れが、はい というか動きがあって、はいはい、こちらはセ,ーセーンターバックじゃないあのスタメンですけど、うん、えトゥーレル選手の去就もちょっと流動的なんじゃないかと言われていて、うん、来期神戸にいない可能性があると。えそ,うもそうなると、うん、菊池出てってっ トゥーレルまでいなくなくっていやそれはまずいでしょうそれにはさせないだろうからトゥーレルを神戸が残せる場合だったら菊池もしかしたらもあるかもしれないけどトゥーレルが出てっちゃう場合だったら菊池を他のところに出せるっていうことにはならないだろうな、うんうね、と思うので。ドシュ力だもんんねねトゥーレルさん、ね ちょっとここら辺がどうなるかというところは神戸、注目ポイントになってくるのかなというところでございます。で、神戸の話でしたが、まあ、あくまで今出てるのはここら辺までですけどもすで、うん、にがんがんなのが、まあさうん、町田すごいね、これ左側にちょっと黄色ちょっと書いてたりしますけど武藤、はい、選手と,と菊池隆歩選手を、うん、まあ町田取ろうとしている。うん であとこれ火曜日で夕方に撮ってるんですが深夜ですね火曜の深夜に、はいはい、え福岡から前広之を取るとうん報道が出ましたああそうですかああ、うん、そうなんですよ。でまあでも、まあ、まあ福岡の皆さんからすればふざけんなってはなるでしょうけど、うん、町田側からすれば正直、まあ、ある程度まあああなるほどねっていうふうに思う人事でもこれはちょっとあって。う 今あの白崎良平選手が清水エスパレスからレンタルで来てます。うん、でただ、レンタルで来てる選手なおかつ、清水は昇格しました。うん、ってことは、帰る可能性、正直かなり高いよね。ってなったら、ボランチが一人減っちゃう可能性があるので、うん、まあそれは誰か取りに行くだろうなってのはのは、結構、ここは分かる話だなってところ、福岡の募集力を。 どうなるかちょっと分かりませんけどもそういう話になっていると。うんうん、で多分レンタル中の杉岡選手あたりは湘南からその完全で買い取りそうな気配はするので。おあそかレンタル中だ そうであとガンバから来てる、谷選手に関しては、どうやらまだおあのリリースがないだけでもう完全移籍での獲得がもう決まってるみたいな話っぽいので、これも報道ベースですけどね。でなると、杉岡谷は確定のボランチに前広之が来た上で、武藤義則まで取った日にはちょっとすごいねっていう感じ、スタミナちょっとぶれかもしれない でこうなってくるとセンターバックまでで中山雄太けがから開けて庄司元がいていい、ね、で右サイドには日本代表望月ヘンリーですから,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 らまた神戸とは違った代表ねそうです、ね、なだからここに今左側に名を連ねてる人で代表経験ない人ってもう今トップ下の位置に入れてるけど藤尾君とあと、まあ、前選手まだないけどあと先頭君だからボランチあたりもう一人だから韓国代表クラスが取ってくる とかってこともあり得るかもでません、ね。どん,ん,んな感じになっている？偉人用がイメージされちゃう。なるほど。そうですね。ここすごいですね。今年の実績もあるから、ちょっと来てくれる人もね、ちょっと違った目で見てくれるってことだね。そうですね。ACL エリート行けそうなってところま来てるわけですから。そうだね。うん、これはだから結構取れる幅も広がってんじゃないかなというふうに思いますね。はいはいはい。 はいっていう、うん、まあいわゆるお金でっていうところもちょっと今までやってきた公別そして今年結構お金つぎ込みそうな町だとっていうところの2チームのまず話でございましたはいありがとうございますはい、うん、ただまず次のチーム、うん、サンフレッチ広島これから行くんですけど、うん、ここだけはまあまるで違う、うん、えー、遺跡の話ゼロお<う>ただえー、内定5おお。 すごいね、まあ、内定してる人のうちまあ昇格組がもう出てる人もいますけどちょっといろいろ話していこうと思いますが、うん、ま,ずえまず我々といえばえ昇格組もう今年はもう出てる井上アレン、うんうん、すごいね、うん、え今だ高校3年生ですけどもトップでも今年はちょこちょこ出ました、はい、でありながら今ねまあさプレミアウエストいわゆる高校年代の最高峰のリーグで得点なく2位。2> はい トップチーム帯同時々代表も行ってただからリーグで出れない日もあったにもかかわらず、うん、あそういうことね。うん、は まあ高校年代最高のストライカーになったって言って、過言じゃないでしょうね、井上アレン君に関してはね。立ててるのと、ちょっともう一人とんでもないのが、ちょっとお顔を覚えてもらおうと思って、実は表紙にちょっと入れてきたんですけど、この表紙の,あの右から2番目の。2>, 2番目、はい。まだちょっと顔なじみないんじゃないかなと思いますけれども、中村壮太君という中村颯太選手。現在、同じこの紫のユニフォームをまった明治大、うん。うん 大学中なんですが<ー>、えー、まずはとんでもないことを彼、やりまして、はいえー、昨年および今年度、2>, うんうん、2年連続得点アシストを、おお、2年大学で。そうお<ー>。ある意味、大学年代で残した実績だったら、多分、うん、無双だ、うん、歴代ナンバーワンじゃないですか。だミッドマー君とかより上でしょ、あ,ある意味。得点を、アシストを同時に取ったってことだよね。 そう。これはすごいですね。えげつないですね。だ代表の位置で言うんだったら、右車道か左車道か分からないが、いわゆる車道の位置になるでしょう。だからタイプ的に言うと、あの、竹みたいなカットインとかそういうことやるようなプレイヤーじゃなく、いわゆる南の選手みたいな感じかな。なるほど。うん。南の選手。小さいね。小さいんですよ。だけどそこから、こう、キュンキュンいけるタイプでもあったりするので。 そうなんやっぱ入り込む姿とか結構すごかったりしますから。サブラソータ。うーそう、だから、広島はお金もかけず、はい、高校年代最高のストライカーを自前で育て、<ー>大学年代最高のストライカーも取っちゃった。なるほど。これはもう長年の育成のね、環境を含め。ですよね。成果が出てる。そこは新スタのタイミングが重なったっていうの最高ですね。最高ですよね。 まあという感じになっておりますよと。他にも自前で育てたね、中島洋太郎くん、コフィー翔太くんもいれば、あとはね、<い>えー、大学年代からは、えー、キーパーでヒルカイレグもやってきたりだとかってこともあったりしますけれども。うんうん、あとはね、ちょっと長年こう、広島に携わってらっしゃった方で言うんだったら、まあ引退というか、青山敏博選手は今期限りで引退と。あとは川島義文選手が契約満了が発表されております。うんうん、お花を添えたいでしょ、今シーズン最後ね。そうだよね。 まあ、今まで出てきた神戸、町田、広島、この3チームのどっかがまあ優勝するという形何おそらくこの3チームでの ACL エリート行きっていることがまあ濃厚じゃないかなと思いますけれども、まあ、果たして誰かが多分ね、ヨーロッパに行くとかっていう人も出てきたりするでしょうけれども、誰がどう移動するのか、うん、移籍するのか、そのとこもちょっと注目していきたいというかなというところでございます。なるほど、なるほどね。 ああ、いって、これでございます。はい、二千日前だから、もう帰ってくるかなもうパチンコ行かなきゃいけないから。大きな声出し、もう全然コーヒー飲んでないじゃない。いやすいの。大変失礼しました。気をつけて帰って、ね、これ寒いから。ありがとうございます。夜、物騒だから、よその大きいパソコン持って、これ。大丈夫?。大丈夫、大丈夫です。楽しみになってきたね、これね、許し笑い。 はい。はい。どう。私も来ていきましょいやどうだまず今週はぜひ見てからかな。声が大きいの、これ。びっくりしたか、周のお客さんが。びっくりいたしました。はい、ということでまた聞いてください。井上までございました。どうもありとうございました。ステッカータオル、マフラー売っております。ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、どうもよろしくで。ホいちゃーはい、どうもしたー。どうも、どうそうだね。じゃあ、昼も夜も聞いてください。じゃあ、よろしくお願いします。